はい、どうもこんにちは。今日の朝ごはん兼昼ごはんです。ちょっとね、昨日もね、家族といろいろあったんだけども、具合悪くてね、3時ぐらいまでね、寝込んでました。頭痛いですし、ちょっと心にね、傷を抱えています。まあ、傷があるのはお互い様だと思うんですけど、まあ、今ね、環境とか、その、今のね、状態的には、どう考えてもね、こっちの方がまあ弱者だったり、あとはね、自分でね、なりたくてなったわけじゃないこの状況に対してね、いろいろ言われるのは本当に悔しいものです。その悔しさはね、結構人一倍わかってる方だと自分では思います。はい。ということで、前回ね、一回紹介したことあるんですけど、セブンイレブンの2分の1日の野菜、スパイス香るスープカレーっていうやつです。多分ね、この動画出した時にコメントをくださった方は女性だったと思うんですよ。スープカレーね、結構女性に人気だと思うので、ヘルシーで。これね、今日買ってきてもらったので、いただこうと思います。で、これを食べた後にね、カレーにちょっとハマって、スパイスカレーをね、自分で作ったんでね。今日はね、もう頭が痛いですし、調子もあまり良くないので、まあ、正直、家でね、ちょっと静養しようかなと思います。でも頭痛いんですけど、ちょっとね、知識のインプットもしようかななんて思ってますんで、ちょっとご飯食べてね、余裕があれば本をね、読もうかと思います。で、前回学習したんですけど、このつまみを持って、で全部持ち上げます。そうするとスープカレーが入ってるわけですよ。でここにこの綺麗なままなるべく入れたいじゃないですか。この間ねひっくり返したら全部逆さになってこう残飯みたいになってしまったん でこの蓋の裏がめっちゃ熱いのでちょっと掴んでっていうのはちょっと難しそうなのでどうしようかな。これをこうですねつけながら食べたら一番いいんじゃないかなと思うけどね。願わくばね、この持ち手がこっち側にもあるといいですね。そしたら、こういう風に両側から挟んで持ち上げられるんで。片っぽだと傾いちゃうんですよ。ご飯が乗ってて重たいんで。で、まぁ、こんな風に入れて、で、野菜と、熱っ。無理だ。綺麗には盛り付けられない。熱い熱い。はい、もういいや。はい。結局ね、下にあるキャベツが上に来るから、見た目的には混ぜながら食べれば大丈夫。うん。こういう感じ。はい。あ、いいんじゃない？うん、割と、この値段でだいぶいいでしょ、見た目が。サムネイル。はい。ってことで、食欲がなくてね、暑い時にはね、スープカレーっていうのもね、一つの手なんでね、ちょっと、カレー嫌いじゃない人はね、ぜひ、スープカレーを候補に入れてみてください。で、今日はね、デザートというか、これちょっと、前に紹介したんですけど、タマリンドね、これをちょっと食べなきゃいけない諸事情がありまして、食べます。はい、じゃあ、こちらのね、まずスープカレーいただきます。うん、美味しい。うん、やっぱ自分で作ったカレーも美味しかったですけど、うん、食べて本当美味しいぐらいの香辛料に調整してあるな。自分で作ったのはね、香辛料が好きな人は本当、粉っぽさというか薬っぽさがたまんないんですけど、これはまあ、万人っていうかまあ食べて、みんなが食べて大丈夫なぐらいのスパイスの量。うん。なんか、自分の存在がなんか森の中にいるみたいな感じなんですよね。ちょっと現実と、現実じゃない部分の境目がよくわからない。よいしょ。みんなね、死ぬぐらいなら何でもやれるじゃないかとか、まあ言う方もいると思うんですけど、まあ、人にもよるんですけど、そこまで考えが至ってる人っていうのは、そうだな、何か頑張るとかそういう発想自体がもうできない脳みそになってるんで、ちょっと、アドバイスが的外れなんですよね。うん。
あと、あ、それは私の話じゃないよ、今の。一般的な話をちょっと思い出して喋ったんですけど、それで傷ついてる人たくさんいるんだろうなと思うと、いたたまれない思いです。とりあえずそんな水曜日。タマリンドってさ、ちゃんとした学名なんだけど、英語なんだけどさ、なんか、マメ科だから、エンドウとさ、リンドウってなんか似てるじゃないですか。で、これ丸いから、玉っぽくも見えるし、これでタマリンドがさ、英語だとさ、なんか、日本語みたいだよね。